日が来ようとは思いもよらなかった。もっとも成り行きだがな、俺はまだこのまかりで戦っている理由がわからぬわ。私は兄上を救う。私の失策が兄上を黒魔術に落としてしまったのです。そういえば安成はいかがした？行方がわかりません。あいつも俺たちの味方のはずだ。探し出さなきゃ。で、俺がなんで戦わなきゃならんのかいまいち納得いかねえかな。さよう。黒魔術としておいだったこのわしだが、もはや現世に未練も恨みもない。力はこの身が消えてもおかしくはない。しかし未だこの魂は魔界にとどまっておる。不思議だ。それを見ついにはまだ兄ちゃん役目が残っておる。神楽坂、あなたはすでにこの舞台から消えたのではないのですか？神楽坂はあるものの力を借りて復活した。大変本当にそう。剣士、残念ながらお前は我の配下ではない。しかし敵でもない。我はこの魔界で中立を保つ。黒魔術、魔界水お石の方、生命感三つどもを制し、この魔界統一まで見届けてくれ。お前たち好むと好まざるとに関わらず、魔界統一まで戦い続けなければならない。魔界統一だと高くせ。わしの復活にあたっては、主とは因縁浅からぬ者の力も得ず、主とはいずれ決着をつける。今宵は久しぶりの魔界を。堪能してくれよ。出てくる前に。に落ちたふりをして、ガラシャを倒し、この魔界の秩序を保とうとしたのであろう。しかし武士のその浅知恵が安房を黒魔術に落とした。そのような策ではなく、正々堂々とこの魔界を力で支配する。それが我らの考えだ。それを邪魔する者は倒すのみ。安成、この者たちを組んでも兄上は救えませぬ。そしてあなたも。そればかりか、魔界の苦しみから逃れることはできませぬ。姫、私は私の考えで鶴姫様と安房を救います。そう決めたのです。鶴姫、お前は実の兄である安成をまだ女として乞うておる。その迷いがお前の真意を安成にも安房にも伝えることができず、このようなことになったのだ。人を信じるのお前が魔界の苦しみから解き放たれようなどと語るいたいわ。平らよ、戦を始めさせろ。わしがこの魔界で天下を、わしの夢を果たしてみせる。今宵は銅山はおらぬようじゃな。都合がよい。どうよいんだ。気にせずともよい。竹吉殿、あなたはなぜ魔界西軍にいるのですか？わしは海を取り戻す、それだけじゃ。秀吉、家康によってわしは海を奪われた。ここにいる者は海に生きた者ばかり。わしは魔界を取り、海を取り戻す、それだけだ。魔界水軍は一つにまとまっているようだ。
それなら俺たちもまとまってるぜ。ほう、どういうことだ。かかったヒヨコは払うってことだよ。よかろう。それでは戦を始めよう。レムか。脱魂の儀式か。いや、脱魂の儀式ではない。セーベ現れ。ここにはおらん。その者たちの指揮はわらわが取るゆえ。今宵も思考を変わる。どちらかが三つを取れば新しき人型を召喚できる権利を得る。いや、正確にその手段を。カメさん、どういう意味じゃ。わらはりシーズンハライチわらはりシーズンハライチわらはりシーズンわらはりシーズンハライシーズンハライシーズンハライシーズン。アサギこんなところにカグラだった。なんで。もはやバカでは簡単に新しき人型を取り入れることができる。新しき人型を取り入れるんだ。この浅い血が必要だ。そしてその聖なる血から生まれた人型が12体に及んだ時、魔界十二神将が完成し、魔界は制圧される。もちろんお前たちにも浅いの血を注ぐことも必要だ。浅いの血を。魔界を制圧したく分、この少女の血を奪え。レムカ、始めよ。誰か一人でも三つを取られればそこで終わり。そして勝った方が浅いを得る。始める。Thank you.
Ha ha ha!
それまでは鶴姫様といえども敵です。